1994年からこちらの御所に修行しておられたと聞いています。また日本からも楽器を供与させていただいたこともあると聞いています。特に、この豊富村市と先生の地元の熊本は、強い結びつきがございます。熊本の音楽家がこちらに来たり、あるいは熊本で、ルーマニアの音楽が披露されたりしているというふうに言っています。日本の若者がこちらに来て、日本語を教えたりしたことで、この豊富村市の町の方でもですね、日本文化に興味を持ってくださる人がいるというふうに言って、大変嬉しく思います。熊本では地震が起こってありまして、有名な熊本城が壊れています。また今日は熊本ルーマニア協会から2人のルーマニア人の学生に奨学金が加わっています。若いルーマニアの音楽家が素晴らしい音楽家になり、そして音楽を通じて2つの国を結びつけてくれることを信じております。音楽は世界を